来年大学1年から勉強始めようと思っているんですが、会計士の勉強と、大学の単位の兼ね合いを考えると、実際自分の時間や友達と勉強すと過ごす時間どのぐらいありますか。まあ、やってみたらいいんじゃないですか。だから半年か1年間どっちもとか、もしくはまず大学だけやってみる、サークルとか友達付き合いだけやってみる、で測ってみたらいいんじゃないですか。自分で水曜日は毎週遊んでたなとか、あの人それぞれじゃないですか。だってどんだけ人と遊びたいとか、遊びたいかとか、彼女と毎日いたいのかとか、そもそも彼女いるのかとか、なんで測ってみて、そんな焦らなくていいんじゃないですか。はい、1年間の春学期はまず大学だけをエンジョイしてみる、でそこでデータ取ってみるって感じでいいと思いますよ。それでもどうしてもダブルスクールまず始めたいなんて言うんだったら、まあだから始めてみて、どっちのデータも取ってみて、結論現実問題できないこと増えてくると思いますから、まあその時に意思決定していけばいいと思いますね。ないです、もう6時間とか5時間とか。はい、大学 2,3 年時の勉強法と大学授業の付き合い、まあそうですね、まあいつもこの辺は言ってるんですけど、まあ結構その大学の単位はもう取りやすさ基準、出席がない基準、もうテストだけ受ければいいや基準で、もう取りやすさ重視で入れました。で、できるだけ前倒しで取るようにしました。なのでもう軸はですね、もう試験勉強でした。もうタックに入り浸ってましたし、まあそんな感じでやってました。付き合い方はね。なのでもうタックに軸を置いてました。で、わかりやすい例で言うと、その下宿先、もう大学の近くじゃないんですよ。で、タックと大学の中間地点でもないんですよ。もうタックの徒歩圏内っていう感じで宿選びもしてたぐらいなんで、もうそんな感じですね。高3です。公認会計士を目指しているのですが、大学1年生から、1から勉強を始めて、予備校とも両立するとなると、やはりサークルや恋愛のできない生活が待っていますよね。高すぎるか。いや、そんなことないと思います、結論。社会人で合格する人もいっぱいいますし、今の時代。やり方次第だと思います、本当に。メリハリ。自分がいつ勉強して、はい。で、どういうスケジュールで合格に持っていくのか。で、まあ、当然、日々、当練とか、いろいろできてないことがありますから、それをちゃんとさっきも言いましたけどね、さっきの論文の人にも。何ができてなくて、なんで落ちたのか、なんでダメだったのか、なんで点数が悪かったのか、しっかり、それを改善していけば全然いけると思ってます、個人的には。当然、時間がある方は、ね、サークルもやってなくて恋愛もしてない方だとは思うんですけど、うん、でも全然いけると思います。医学学生してます。将来小山さんみたいに経営者として生きていきたいです。学生時代に何をすべきでしょうか。まあ、そうですね、せっかく学生時代を過ごせる今その年次ってことで、逆にインプット、あれだけ座してインプットですよね、テキストベースを網羅的に俯瞰して、体系だって学べる時代っていうのは、まあ良くも悪くも、あんなに贅沢に時間使えるのって学生時代しかないですよ。僕も会計士の時そうでしたし、まあドクターって言ってもそうだと思います。なぜかっていうと、当然実務に入ると、まあいろんな実例が入ってきちゃうんですね。これはどうしても。もういろんな症状だったり、いろんなクライアントが来ますから、もうその網羅的な勉強っていうのはなかなかしづらいので、今だけだと思って、ぜひその座学っていうのは、もうそれはもうコテンパンにやっておいていいと思います。僕もめっちゃ今も感謝してるんですけど、もう昔あんだけ勉強しといてよかったなっていう、多分言い方ですけど、普通の人よりかは結構覚えてるし、まあ今講師もすんなりできたのもそういう理由があるし、今 USCPA 米国会計士勉強してるんですけど、ぶっちゃけ全然あるんですよ。もう体系だって覚えてるので、国が変わってもある程度のチューニングだけすれば、その原理原則の部分とかって覚えてたりするっていうか、まあ応用効くので、そういった感じで、まあそもそも論を考えたりとかですね、あとはその網羅的、俯瞰的、さっきも言いましたけど体系だって覚えるっていうのはしっかりやっておいていいんじゃないかなと思います。で、その上で当然卒業しますよね。合格、医師免許を取得した際には、自分の専門性を磨いていけばいいと思うんですよね。じゃあ自分は外科医になるんだ、で外科の中でも脳外科医になるんだとかいろいろあると思いますから、でもそれって土台って絶対必要だと思うんで、まあ、それを良くも悪くも学べる時代なんだと、もう座して、まあね、3000時間、5000時間、1万時間、勉強できる時代なので、社会に出ちゃったらもうそれできませんので、それやるがいいんじゃないかなと思います。はい、それができたら経営者としても結構なんだろうな、自信を持ってできるんじゃないかなと思います。もう一個言っとくと、まあ、もしその時間があればって感じですけど、なんかそのビジネスの原体験みたいなことを今の時代だったらしていいんじゃないかなと思います。やりやすいので。なんかその自分で少しでもいいから売り上げを作ってみるとかですね。あとはその、いつも言うんですけど、商品を作って人を集めて、これ集客って言うんですけど、で、誰かに販売する、これ営業って言うんですけど、商品作って人を集めて販売する。この全部をなんか自分で一回やってみてもいいんじゃないかなと、学生時代に。もしくはどれか一つをやらせてもらう。
例えば先輩の美容クリニックのドクターに、あ、じゃあ私ちょっと友達紹介してみますんで、プチ整形の集客担当しますよ。この集客だけでもいいです。はい。か、もしくは営業っていうんだったら、あ、じゃあカウンセリングだけやらせてくださいって言って、そのカウンセリングだけやらせてもらって営業クロージングをするとか、何かそういうちょっと原体験というか積んでいくっていうのは一つありかなと思います。もしお時間があればですよ。ともかくでも受からなければ、その現場行けないと思いますから、まあ、そんな感じでちょっとぜひ考えてみてください。